はい、お疲れ様です。今日はもうちょっと早めに掃除して、あのチャトラ君出るかなのでずっと開けてるんやけど出ないんですよね。ほな下からなんやちょっかい出してくるやつがおるんやけど、はい、でえのか、でえのか、この子外嫌いなんかな。ちょっと気弱いねこの子、思ったより。そんな出たからやもんね。ちょっとねえ、気弱いねお前。怖いんかな。降りてみ自分で。開けた天から降りてみ。この子はね、データが4倍ね、この子。あれ、札があれん。札取ったんか、お前。誰、お前。覚えられへんねん。あれ、札取ったんか、お前。ないな。札が。私、遊んでんすよ、これ。4倍やったか、お前。あ、お前、2番か。札どこやったん？札は？これどこやったん？札は？この子は6番やね、多分。お前出るかいっぺん、また。6番の札あれん。嫌そうに。出んの？出ないの？ちゃっかいかけた。で、あれどこ行った？お前出たら戻ってくるかな。かけ出しかけてから出ねえ。だからね。出るか？出たら戻ってけんやろ。うん、ちょっとねビビるとかあるから、この子出んの。この子も意外とね開けたから出ないんですよね。ほら上に逃げる。はい、ほいで、ほいで、ちょっと知らん顔してやってるかも。脱走しとるぐらいやから出ない。こういう子はまた捕まえにくいんですよね。こういうおいで、で、この子今17.3 度、ずっとちょっとヒーターつけてるから。ん、どうしたん、出んのか。ん、おいでよ、出といてよ。あれ、ね、これようやく今チュールもやってるやつやから、あれすんね、見えんね、ちょっと見にくいね。このチュールやって目もだいぶマシになって。何してんお前、何座り込んでん、どうしたん。同じちょっかい出したから、もうちょっとちょっかい出すようにしたろう、うん、はい、あ、見えるやろ、もうちょっと、はい、チャトルワークがええ迷惑かわからんね。うん、よしよし、こいつはちょっかい、チャトルワーク別に相手してへんよ、お前相手されてないで、ね、
キリちゃん。おとなしく寝て座ってます。絶対向こう逃げようね。モバイル猫。似てます。娘と嫁は似てるんやけど。それでね、今日ちょっと百均行ってきたときにいろいろとこうです。これ便利っすよね。これこいつちょっとこういう毛布な直すときにね、これしてこれして入れたのです。これしてこれ靴下なのかな、取るときにこうしていちいち開けると邪魔くさい。これもこの子もちょっと凶暴やからね、怒りよるから。一応もうこんなんいらんねんけどね。これよっしゃ、面白いやろこれ。ほらこれ便利っすよ、ほんまに直すのに。これちょっと毛布もね、これ直す、ちょっと奥入れだ、それ以上奥入れんけどね。ちょっと毛布直すのにね便利。これ100均で、他は直すね。これほんま便利。前から売ってるけどね、これ。よっしゃ。出ないでしょ、こいつ。この子出えへんのっすよね。やっぱりよっぽど外嫌なんか、ほんまや。狭いやろだけど、なあ、出てみ。出た。出てみ、下に降りてみ。邪魔しに来る。ああ。まあ、下邪魔してるわ。ちょっとそっから前水飲まれへんわ。出んの。なんで中入ってやんや。結構大きいんですよね、こっちはトラック。出んの。出んの。な、他の子出すよ、ね、出んやったら。え？まあ休みの間しかね、どうなんで やられへんかな。まあ明日かて初詣、今日ほんま今晩から氏神さんとか行く予定やったけど、結局ね親父亡くなったから
行かれんから、まあ暇言うたらね、ちょっとあれやけど、やることね、役なかったからね、余計猫でもね、ちゃんその間に出してたったらいいかなと。あんまり嬉しそうじゃないもんね。あ、飛んでみ。あ、ここか。降りられんねんな。降りろ降りろ。お前そんな影のとこ行ってもしゃあないで。降りた降りた。なんでそんなとこ行くんや。降りた降りた。でも下で怒られると思う。怒られてるのよ、お前。え？おいで。そっち行ったらあかんわ、やっぱり。ほら、怒られてるやん。こら。降りられへんの？おいで、おいで。おいで。怒ってるやん、下で。お前、そんなとこから変なとこ。こそ泥みんな行くからあかんねん。そら、お前、泥棒。そんな人だったら、泥棒猫だってんだ、お前。堂々とかな。バック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 結構戻ってきました。全然いかんねんな、この子。戻りました。入っとき、ほらやったら。はい、一旦入り。はい、よし。はい、お前出えへんやろ。開けたとお前すぐそっち行くやん。はい、おいで、おいで、おいで。今日は2番じゃない、4、6番じゃない。6番ちゃん出といて。あれ音なの。おいで、おい、おい、おいで、おいで、おい、はいで、はいで、見てる、はいで、はいで、はい、おいで、はいで、おいで、はよ、はいで、今やったら出ねんで、はいで、はい、はいで、おい、はい、おいで。けん。眠たいかな。おいで。あ、出てくる。おいで。出したのか、おいで。出てくる。はい、おいで。もうちょっと。おいで。おい。出ておいで。はよ。はい、おいで。おいで。ほら。おいで。おいで、おいで、おい、おいで。寒いんか。寒ないやろ、17度あんで。おいで、でえのか。出ないです。出せる歌、このモバイル猫も出ると思うんだけどね。おいで。お前ほんま出えんやろ。これもちっと大きなれんねん。おい、で、出えへんやろ、お前。出えへんな。ママは出ても大丈夫やけど、出る気もないもんね、これも。動けへんもんね。みんな寝てる。はい。
ここも寝てんね。この子は餌だけやね。餌したら絶対来るっすよ。はい、出てきた。おいね。ちょっと疲れてんかな。出てけへんね。そんなに。ちょっと程よく気持ちいいから、17.8 度。泣くけどおめでえへんやん。でえや、うん、バックする。おいで。父ちゃんでよ、まだ。はい。はい。で、一番、風呂。でえのか。で。おいで、おいで、おい、あいつこいつ上に登るタイプやったよ。あそこに行くんですわ。逃げへんと思うけど。見てます。何してんのか、はい、また上行ったらあかん。もあそこから逃げんと思うけどね。あそこももう波板割れたんすよ。あれ、逃げることはないと思うんだよ。うん。どないしたん？あの子、あの子おる。もうちょいじゃ18度。何してんの？おいで。ここ入ったらあかんでしょ。あったなんかまた入る。20分なってるよ。おいで。おいで。あ、出てきた。あ、おいで。おいで。
ね、おいで、おいで、ちょっと目にまだついてるから、あのもう一匹やばい、高いとこ、はい、お母ちゃん、あそこ見えるからね、外が、まあ、でだから言うと出んとは思うけど、この子は、父ちゃん、あれトイレしてるかも、降りられんのか、ちょっと頼りないな、おいで、シャッターなんか入れるようになってるんです、これ、おいで、上に入ってしまった、ほら、行ってへんわ、見てる、まあ、こんな感じで、あそこで寝ようんちゃうかな、あれ、ピントがなんかね、こんな人見てたらそんな大感じないでしょう、まあ、出てきてへん子もおるけどね、8割かわいいですね、この真ん中の子かわいいですよね、まあ、7の子いてます、まあ、こんな感じです、今日のちょっと寒くなってきたかな、今何で18度なんだけど、ちょっとやっぱ夕方なんでちょっと寒いかな、ということです。以上です。ありがとうございます。